もともとイッパリスっていう世界観自体はその松野さんの中に存在する何かだと思うんですけれど、まあ、その中に何があるかっていうのをちょっとずつこう話しながら引き出していくのが役目だったので、まあ、そこで、まあ、ファイナルファンタジー10ではやっていないで、今回ピックアップしたら面白そうな、あたりはどこら辺だっていうところから、アラビアあたりの、地中海沿岸の空も青いし海も青いしで緑も、割と綺麗な、まあ、地中海沿岸の文化っていうのを意識して作っていきました。最近は日本画とかにインスピレーションを受けたりとかしますね。まあ、ヨーロッパの方の文化とかも割といいとは良かったと思ってるし、まあ、影響もすごく受けてたんですけど、最近なんかこう、ま、なんか身の回りにこう、あ、日本画とか結構いい絵いっぱいあるじゃんっていうことに最近気がついたんで、そこにすごく最近はインスピレーションを受けたりとかしますね。やっぱりFF なんで、まあ、レギュラーのモンスタターがいたりとか、あとは FFT の方から、ルカビーっていう、まあ、召喚獣のモンスターに今回引用してるんですけど、ここら辺のデザインしてるところはやっぱり腕の見せ所だっていうのがあったんで、やっぱりどうアレンジするのかっていうのがやっぱり考えて一番楽しいところだったと思います。具体的に例えばイフリートであったらイフリートの形を模した飛空艇にはしないようにはしています。っていうのはやっぱりすごくまあ、人型の飛空艇とかはっていうのが飛んでいるとやっぱり異物感を感じてしまうので、やっぱり目指しているまあ、リアリティの部分は大切にしつつ、なおかつやっぱり名前を引っ張ってきているんで、そのイメージをできるだけまあ、イメージしやすいようにしていたりとかしますね。やっぱりシリーズタイトルなので足し算で作ってきているわけですよ。でまあ、究極の部分で FF7 の、まあ、ムーブメントあったと思うんですけれど、その時にやっぱり大きくドットから、まあ、3D モデルに大きくグラフィックが変わっていったんですけれど、そこからどんどんハードの進化とソフトの進化っていうのがどんどん平行線になっていってしまったんで、もうやっぱり10くらいになったあと次何を作ればいいのかっていうのはやっぱりすごく課題になってきたんですよね。でやっぱりその足し算でこのままいってはいけないっていうのはあったんで、今回初めてそのうまく引き算をして足し算をしたみたいなところがまあ住人に課せられた何かだったような気はします。やっぱりこれだけ大規模の人数で作るソフトってなかなかないので、そこでたまたまではないんですけど必然的に集まった仲間で世の中に何のムーブメントを起こせるのかどうかっていうのがやっぱり今のファイナルファンタジーのスタンスなんじゃないかなと。